さあどうだろうな。まあ俺たちは人を信用できないってことだね。俺たち？おう、南明も尾形由里も俺もよ、他人なんてまるっきり信用してないんだ。信じられるのは自分だけだって。そうだろう、世の中汚い奴らばっかだ。それがどうしてこんな事件を起こすことになるのよ。それはな、南明に直接聞いた方が早いと思うんだが、あいつが首謀者だからな。つってもあいつ作ったんだよな。しょうがねえ、俺が教えてやるしかねえか。マルシマよ、トラウマとかって持ったりしてね。小さい頃に犬に噛まれたとか、火事を見て火が怖くなっちまったとか、なんでもいいんだけどよ。まあそのトラウマが俺たちはめちゃめちゃでかかったってことと、人間不信になったきっかけにもなった。そうだな、南明は小さい頃に親が離婚してな、母親と二人で暮らしてたらしい。それがな、母親がなんと彼氏作っちまってよ。南明は家に一人ぼっち、母親は全く家に帰ってこず、週に一回電話をかけてくるだけだったってよ。もうすぐ帰る、もうすぐ帰るって電話で言い続けてたらしいぜ。ま、帰ってこなかったんだけどな。もうま、あんな感じになっちまったってわけよ。尾形よりもなかなか悲惨だぜ。あいつは頭が良くてな、大学で犯罪心理学を学んでて、将来は犯罪者の更生に助力したかったらしい。ただあいつのゼミの教授がクソ野郎でな、論文通してもらうとか成績とかな、教授に良くしてもらおうとすると体の関係を求められたそうよ。あいつはな、頭いいけど不器用なとこもあったからな。ま、教授の言いなりになっていろいろさせられたらしいよ。でもあいつは将来のためとギリギリのところで踏ん張ってたんだ。ところがどっこい、その教授は下の恵みの才能に目をつけて尾形由里をポイッと捨てたらしい。ね、あいつの堪忍袋の尾が綺麗だと。お前が参加したあの廃業院でのゲームあるだろ、お前は3回目のプレイヤーなんだけど、2回目のプレイヤーはその教授だったのよ。結果、まあ相手に電話を切られて死亡だな。脂っこいおっさんから助けを求める電話を受けても即切りだな。ちなみに1回目のプレイヤーは南明の母親だ。こいつも死んだけどな。お前は良かったよな、あの脱出野郎っていう荒い灰を積もれたんだからよ。ついてるぜお前。私が3回目のプレイヤー。そう、お前が廃病院でのゲームをクリアできたことでセカンドゲーム、そしてラストゲームまで進めることができたんだ。なんで私、さっきから聞いてると犯人の身内がプレイヤーに選ばれてる。私はあんたたちの誰とも面識がない。あるじゃねえか。え、東日本鉄道山内線外回り7時35分新宿発、お前がいつも通学で乗ってる電車だ。ちょっと待って、この電車が選ばれたのってまさか。そう、お前が乗ってるからだ。嘘でしょ。まだ俺の話をしてなかったな。ま、俺は見ての通り電車の運転手だよ。お前サービス業ってバイトとかでやったことあるか？ない。やってみればわかるけどよ、ほんとクソみてえな生きてる価値もねえ客ばっかりだぜ。サービスを提供してる側を人間と思っちゃいねえ。何でも言うことを聞く奴隷のように扱いやがる。罪にならねえなら殺してやりてえと思った客なんて何人いたか覚えてねえな。ま、何が言いてえかっつうと、世の中クソな人間が多すぎってことだな。そんな時だな、お前と出会ったのは。あれは1年ぐらい前だったかな。俺の運転してる電車が駅に停車中によ、ババアが乗り換えのことを聞いてきやがったんだよ。すみません、東京中央線への乗り換えはあちらでしょうか？こっちとら1分で発車しなきゃいけねえから、ババアの相手なんかしてられねえし、
俺ってばかなりのめんどくさがり屋だからよ、適当に答えておこうと思ったわけだ。ああ、そうじゃないですかね。そうですか。ありがとうございます。ちょっと間違えてますよ。そこで割って入ってきたのがお前だ。東京中央線はそこの階段を上がって左に進んでいったら見えてきますよ。ああ、そうですか。ありがとうございます。俺はムカついたね。わざわざ訂正して俺に恥をかかせやがって。あのババアがそのまま行っちまったからよかったものの、下手すりゃクレームもんだぞ。余計なことしやがって。そう思った時だ。最低。プチン。バカ野郎。お前は去り際にそう言い放ったんだよ、この俺に。お前の顔、服装、体つき全部覚えたかんな。絶対忘れねえ。そう思ったらよ、なんとお前は俺の運転する7時35分新宿発に毎朝乗ってるじゃねえか。お前たまに先頭車両に乗ってたもんな。よーく顔が見えたよ。疲れた顔したリーマンやアホな顔した学生ばっかの中で、お前はいつもキリッとした澄んだ表情してやがった。一丁前に席譲ったりもしてたな。だが俺はお前のあの一言が忘れられなかった。俺は思ったね。真っ白で汚れてない処女みてえなお前の表情だって、どうしようもない恐怖やとてつもない悪意に触れりゃ汚ねえ薄汚れた面になっていくんだろうってな。それ俺が見たかったのはお前のその表情だよ。最初のゲームでもいい表情してくれたよな。どうだ、何気ない一言で自分や他人に危害が加わる恐怖ってのはよ。あなたを傷つけたのは悪かった、ごめん。でもこんなことをしても何もならないんでしょ。はい、来た。テンプレ、テンプレドン。傷つけたのは悪かった、ごめん。そんなので人の心は修復できない、ちっともね。お前ができるのは俺と死ぬことだけ。は？おいおい、お前が解除した爆弾のこと忘れたか。そもそも爆弾が爆発してりゃ俺も死んでるだろうが。そうよ、あなたも死んじゃう。どういうこと？俺はお前と死にたいんだよ。意味がわからない。ここ1年ぐらいよ、毎朝お前を見てたじゃん。土日は見れなかったけどよ、なんだろうな、ずっと見てたからさ、気になっちゃって、もう話したくないみたいな恋ってやつかもな。ふざけんな。何が恋よ。いたって俺は真面目だぜ。真面目に考え抜いた上での結論さ。最初に南明がこのゲームを提案してきた時はよ、俺の立場を利用して電車内に爆弾を仕掛ける、でも運転手は俺じゃないっていう話だったんだ。でもそれってさ、ゲームを 100% 楽しめないじゃん。もし俺が運転手をやれば、爆弾が仕掛けられた電車を運転するんだぜ。あのクソみてえな客どもが、阿鼻叫喚、恐怖でパニック状態になってる様を直接拝めるんだぜ。別にこの仕事で一生食って生きたいわけでもねえし、生きてても楽しくねえしよ。だったら最後にパーッと楽しんで死にたくねえ。しかもお前と死ねる。いやー、もうやるしかないっしょ。あなたなんかと死ぬわけないでしょ。お前この状況で分かってて言ってんのか。今電車内には俺とお前だけ。すぐにあの人が来る。あー、あの脱出野郎か。来るわけねえだろ、あいつ留置所に入ってんだろ。絶対に来る。大した自信だなおい。まあいいさ、俺もあいつには借りがあるんでな、来てくれた方がありがたいんだよ。もうすぐ新宿駅だ、答えはそこで出る。よく来たな。内心ヒヤヒヤしていたぞ。大丈夫か？もう間もなく
千鳥と東崎さんを乗せた電車がやってくるはずだ。その根気は見上げたものだ。すまないな、無茶ばかりさせて。とにかくだ、千鳥が君を新宿駅に呼び出したのは君に用があるからだ。私は相手にされない可能性が高い。そこで万が一に備えてこれを渡しておく。これはテーザー銃というものだ。簡単に言ってしまえばスタンガンの銃だ。トリガーを引くと相手に向かって電極が飛んでいく。その電極は本体とワイヤーで繋がっていて、着弾すれば高圧電流が流れる。殺傷能力はないから、危険を感じたら躊躇なく使え。それとこれも渡しておこう。南明から私に支給された携帯電話だ。君のスマートフォンは手元にあるな。もしかすると千鳥は君の連絡手段を断つためにスマートフォンを捨てるよう指示を出してくるかもしれない。だからその携帯電話を隠し持っておいてくれ。保険の連絡手段として使えるだろう。よし、もう電車到着まで時間がない。私は隠れておく。くれぐれも無理はするのよ。君に何かあれば私だって悲しいんだ。新宿駅、新宿駅、ドア開きます。ドア開きます。マジムカつく。中連パーター、よく来たな脱出野郎。まさか留置所から脱出してくれなんてな。まさに奇跡だぜ。扉を開いた。さあ俺の電車に乗れよ。ドア閉まります。ドア閉まります。いやマジムカつくな。俺の電車にご搭乗いただきましてありがとうございます。この列車はどこにも停車いたしません。地獄行きです。とりあえず先頭車両にいるからよ、来いよ。久しぶりだな脱出野郎。あ、初めて会ったのと。ああそうかい。ならこの傷を見たら思い出すんじゃねえのか。おい、あの廃病院でお前につけられた傷跡だよ。思い出したか。おめえだったのかよ。あなた、やっぱりあの時の大男。もうちょいでよ。遠ざきりのを殺せたのに邪魔しやがってよ。お前だった。おまけにこんな傷までつけやがって。痛かったぜ。全部てめえらのせいなんだよ。あん時に遠ざきりのが死んでりゃ、こんな事件は起きてねえ。てめえなら生き残ったから今があるんだぜ。ふざけないで。あんたたちが勝手にやり始めたゲームでしょ。私たちは関係ない。うるせえ。でもよ、いいってことよ。千鳥がうるせえよ。おかげでこんな楽しい楽しい最終局面を迎えることができたんだからな。いや、この電車は今時速140キロで走行してる。このまま行きゃあの急カーブは曲がりきれずに脱線だ。つまりよ、俺を倒してこの電車を止めない限りお前らに明日はねえってことだ。シンプルでいいだろ。いや、遠崎リノ脱出野郎、お前もこいつに惚れたのか。あ、そうだ。これ告白かよ。くせえ、臭すぎるぜ。いいんだよ。まあでもな、遠ざきりのと俺はもう一心同体だからな。この変態がキモい。誰があんたなんかと。そんなよてめえ、お前はこの脱出野郎がいいのか。いや、どっちだよ。まあいいわ。ほら、い
行けよ。え？脱出野郎のところに行けよ。あ、なんで？この脱出野郎にはリベンジしなきゃいけねえからな。まあこの状況、あの廃病院の時と似てねえか。似てるな。あん時と違って逃げ場はねえけどな。忘れてた。誰だ？もしもし、災害者。状況はどうだ？何？そんなことになってるの？最悪の展開だ。すまない。外部から電車を止めることができないか、鉄道会社に確認したんだが、送電のシステムがロックされていて、急カーブに入るまでのわずかな時間では、とても解除できないそうだ。電車を止めるには、千鳥を倒して運転席まで行き、ブレーキをかけるしかない。いいか、テーザー銃を使え。千鳥の武器は、マチェットのようなものだろ。破壊力はあるが、リーチは短い。君に渡したテーザー銃は、攻撃力は弱いが、5メートルほどの射程がある。リーチは君に分があるんだ。千鳥に、間合いを詰められないようにしろ。それとテーザー銃だが、連射はできないから注意しろ。一度発射すれば、電力のリチャージが必要になる。リチャージは、およそ5秒かかる。つまり、一度発射すれば、君には5秒の隙ができることになる。できることなら、何らかの方法で、千鳥の視界を奪うことができればいいんだが。とにかく、千鳥を倒して電車を止めてくれ。絶対に死ぬな。やってやろうじゃねえか。その銃で戦うの？そうだね。私も、もう逃げるのは嫌。逃げても追いかけてくるなら。戦うしかないよね。あの廃病院での決着を私とあなたでつけようよ。リーナー、愛してるぜ。来た、もう近くまで来てる。戦うしかないんだよね。準備は大丈夫？最後尾にいたが。来た。あれ、何それ、銃嫌よ、撃って。ちょっと危ねえ。よけられた。てめえ、そんな危ねえもん人に向けんじゃねえ。お仕置きだ。いや、そっか。てめえもお仕置きだ。
速 140km で走行中の電車から飛び降りれるわけないじゃん。そうだね、逃げても追いかけてくるなら戦うしかないよね。あの廃病院での決着を。いいの来た、戦うしか準備。もしもし、応答しろ、頼む、応答してくれ。ちくしょう、その銃で逃げ、あの来た方準備。消火器か、ピッチか。その順逃げ、あの来た途中に消火器。確かに戦闘車両には消火器があったけど、ここにはつもりが。リーノ、おとなしく出てこいよ。うるさい、あなたの近くになんて死んでも行きたくない。つえねえな、結婚してくれよ。ねえ聞いて、私に考えがある。あいつは私の言葉に対して反応してくる。私が煽ればあいつは大声を出す。あいつの大声でおおよその位置は特定できるんじゃない。また難しい。それであいつにその銃をぶっ放すのよ。私はあいつに大声を出させることと消火器の粉をばらまいてやるから。狙って撃つのはあなたに任せる。絶対に命中させてよね。信じてるから。行くしかねえのか。あなたと一緒に戦います。隣接車両を起動します。
車も俺のハートビートもズキュー適当に左端行くかって言ったら当たったわ。今日はカレー食べたよ。千鳥も無事に捕まえることができたし、あとは電車を止めるだけだね。先頭車両まで行こう。運転席まで来たけど、ブレーキってこれかな。ちょっと止めれば引いてみるね。倒しただけで終わりだと思ったが、どういうことよ。ブレーキはどれよ。お前が引こうとしたレバーで正解だよ。ただな、そのレバーは手前に引くと加速で、奥へ押すと減速だ。奥へ押す？せねえか。どうすればいいの？教えなさいよ。運転席にノートパソコンが置いてあるだろう。うん。これ？そう、ノートパソコンでブレーキをロックしてやるのさ。はあ？ふざけないでよ。残念だったな。ノートパソコンのディスプレイに暗証番号入力の画面が表示されてるだろう。5桁の数字を入れて正解しないとブレーキのロックは解除されないのさ。そんな正解の番号は？教えるわけねえだろ。適当に入れてみたら。ダメ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 。その暗証番号の入力はな、1回しか受け付けねえんだ。つまり一度入力して不正解だったら二度とロックは外れねえ。嘘でしょ。当てずっぽで10万通りの数字の中から正解を一発で当ててみろや。そうすれば助かる。こいつは天皇より難しいぜ。助かると思ったろ。俺を倒して助かると思ったろ。もう残念、まだ助かれないのでした。ちなみに暗証番号は俺に関係する数字じゃねえ。完全にランダムな数字にした。つまり西大寺とかいう警察を利用して俺の個人情報を洗い出しても絶対に答えは見つかんねえ。完全にランダムな数字だからな。答えは何かな。4932178415。どうだろうな。完全にランダムに選ばれた数字を見つけ出せるかな。残り時間は10分少々かな。脱線するまでに答えを見つけ出せ。キャッホー。どうしよう。もし、災害した、状況はどうだ？そうか。実はな、電話をかけたのは、君の状況を知りたかったのもあるが、南明がどうしても君と話したいと言ってな。電話を代わるから、話を聞いてみてくれないか？ありがとう。電話を代わるぞ。もし
しもし。ずいぶんと久しぶりにあなたの声を聞いた気がするわ。今は、頭の中の霧が少し晴れた。あなたにお礼が言いたいのよ。私のゲームをクリアしてくれて、ありがとう。だから、あなたには死んでほしくない、と思う。なんと言えばいいのかしら。あなたに、初めて善意で自分の気持ちを伝えるが、これはゲームの中じゃない。現実の私として伝える。あなたには、三つの駒があったわね。ビショップ、ポーン、ナイト。でも、さらにもう一つ強力な駒があったことを忘れていたわ。それを訂正する。そしてもう一つ。私たちの名前で考えてみて。以上よ。あなたなら、必ず脱出できるはず。そう思うの。それじゃあね。アキラが助言してくれたの。でもさらに強力な駒って一体、それに私たちの名前ってどういうことなんだろう。嘘。ああ、ふざけろ！
証番号は4つまで。6、5、1、3。最後の一つがわからない。月に見放されたな。千鳥、内心ヒヤヒヤしたぜ。スマホの AI ってチート技を使いやがって。だが最後の一つがわからないんじゃほぼ意味ねえよな。0から9まで10種類だ。当てはまる確率は10分の1。さあ積もれよ。ラス積もだ。そいつは当たり牌だぜ。どうしよう。君のスマートフォンに電話したら圏外になってたな。こっちの携帯電話の方にかけたら状況を教えてくれるか。そうか、暗証番号最後の一つ。クソ、どうすればいい。諦めてはいけません。来たのか。最後の一つまで来たんです。考えましょう。きっと答えは見つかるはずです。そうだな、最後まで諦めずに考え続けよう。千鳥は完全にランダムの暗証番号にしたと言っていたそうですから、何かしらのヒントは絶対にあるはずなんです。これまでの千鳥の言動や行動を思い返してみましょう。あなたはこれまでそうやって数々の謎を解いてきたんでしょう。だがスマートフォンは壊れてしまったそうだ。森が使えない状況ではこれまでのように記録再生ができない。そんな記録再生ができない。どうする。くそ。どうすれば。私がやる。私が千鳥の言動を再現してみる。私は千鳥と一緒にいた。千鳥の言動を覚えている限り声にするから。だからあなたは私の声を頼りに正解を見つけ出して。これが正真正銘私たちの最後の謎解きです。
お前、ああ、あの出し合おうか。大した自信だな。まあいいさ、もうすぐ新宿駅だ。違うな。
しおり。今朝って言うか。西条寺さん、中連ポート行こう。メイニーが。麻雀の役の名前だって。めったに出ない役なんだ。だとは死ぬという伝説があるぐらいだ。麻雀？そういえば、千鳥の言動には、いくつか麻雀用語があったわ。やつも、麻雀好きなんだろ。西条寺さん、麻雀に数字は出てきますか？ああ、1から9までの数字の単位がある。千鳥は麻雀好き。ということは、麻雀を使ってランダムに数字を決めた可能性がありますね。はい、数字を決めることはできるの。そうか。みんなのわけは言っていた。諦めるだろ。絶対に無理だと思うだろ。なのに、なんで諦めねえんだよ。少しでも可能性があるなら、ほんの一人でも望みがあるなら、絶対に自分から一人なんかしちゃいけないの。なんことで、ここで諦めるなんて、悔しすぎるでしょ。気を伝えて、行くよ。なるほど。そこに着目してもう一度記録を再生してみましょうか。わかった。記録再生するね。みんなを捉えよう。みんなを捉えよう。千鳥が面倒くさがりな、その面倒くさがりな千鳥が全てのマージャン界を
暗証番号を決めた方法が分かったってのによ。その出目を知る術なんざねえんだよ。いいえ、私たちは諦めませんよ。10種類から6種類まで絞り込めたんです。まだ終わったわけではありません。暗証番号を6種類にまで絞り込んだ？ありえねえだろ。何なんだよ、何なんだよ、てめえらはよ。どうしてここまでお互いに信じ合える。記録再生するよ。
非常に分かりやすい性格をしていますね。うぜえんだよ、人の言動をネチネチと読み取ろうとしやがって。うぜえ、てめえら全員死ねよ。俺はもう喋らねえぞ、だんまりだ。どうせまた俺の言動に対して詮索してくるんだろうが。嘘。何？田町といえば次は品川か。はい、もう休暇部が待ってます。ここまで来たのに。時間がもうありません。今すぐにでも2か4どちらか決めないと。ちくしょう。しかし千鳥は喋ろうとはしない。ここまでが限界ですから。そんな。仕方ありません。最後は論理的に現代よりで行きましょうか。どういうことだ。東崎さん、西道寺さん、そして私、この3人の中で誰が一番運がいいでしょうか。そう、わかんない。ですよね。私も自分のこともお二人のこともよくわかりません。でもあなたなら私を含め3人のことをよく知っていますよね。あなたは3人のうち誰が一番運がいいかを考えてください。そして運がいいと選ばれたものが2か4どちらにするか決める。最後に大博打になりますが、適当に決めてしまうよりは論理的ではないでしょうか。私たち3人のうち誰かが数字を決める。その誰かを決めるのは君ということは。今電車に乗っているお二人の意見が最優先です。お気持ちをお聞かせいただけますか。私はそれでいいよ。あなたはどうですか。お二人ともよろしいのですね。わかりました。ではあなたが3人のうち誰が一番運がいいのか、誰が数字を決めるべきなのか選んでください。
きっと正解できるよ。正解は2か4。2か4。どっちだろう。わかるわけない。最後に信頼度アップする。ねえ、日本で携帯電話やスマホってどれぐらい存在してるのかな。多分めちゃくちゃな数だよね。あの時、あの最初のゲームの時、見知らぬ場所で監禁されて怖くて誰にも頼ることができなくて、ただ電話をかけろって、もし失敗したら殺すって。そんな中、偶然にもあなたにつながった。あなたはこんな私を必死で助けてくれた。本当にありがとう。あなたにつながったことが、あなたと出会えたことが本当に奇跡だと思う。だから大丈夫。私は日本中の電話番号の中からあなたを選んだ女なのよ。めちゃくちゃついてるんだから。だから今回も絶対に正解を選んでみせる。もう大丈夫。
願い。お願い。お願い。来たー。基板やメモリー、CPU 等は熱で完全に壊れてしまっていたそうで、基本的に中身は全て取り替えさせていただきました。残念ながら中のデータも全て壊れていて、復元できなかったようです。あ、ただ、写真が1枚だけ残っていたとのことです。ここまで壊れていると、データは全てなくなってしまっていることが多いのですが、写真が1枚だけ残っていたというのは、奇跡かもしれないですね。それでは、以上でお手続きは全て終了です。ありがとうございました。写真が一枚残ってた？おー、の番号。もしもし？今どこ？まだ携帯ショップ？私もう待ち合わせ場所ついてるんだけど。はいはい、なるべく早くね。はい。せっかく森が残してくれた。
来たのです。お久しぶりです。その後はどうですか？はぁ、あ、森は復活ですか？どうでしょう。スマートフォンの仕組みに詳しい人は知り合いにいないですね。お役に立てずに申し訳ありません。それが人間だった場合は、以前に印象に残っていたであろう場所に連れて行けば、記憶で戻ることがあるそうですが。森は人間ではありませんのにね。あまり参考にはできないでしょう。すみません。また何か思いつけば連絡いたしますね。それでは。以前に印象に残っていたであろう場所。すべての始まりの場所でしょ。あなたは森に案内されてたどり着いたんだよね。同じように時矢総合病院に行けば森を思い出すかも。うん、やってみようよ。よし、時矢総合病院へ森の案内で行ってみよう。森です。わかりました。到着しました。ここに喧嘩してしまった相手がいるのですか？え、今おかしなこと言わなかった？なんで？ここに喧嘩してしまった相手がいるのですか？いる。私はここにいるよ。仲直りできたんですね。お二人は無事で何よりです。え、ご心配をおかけしました。よかったね。これで一件落着か。ちょっと前にこの病院から全部始まったんだよね。なんかむちゃくちゃ昔のような気がするよ。この病院にわけもわからず監禁されて、私には絶望しかなかった。そんな中であなたとつながって本当に良かったと思う。二度も助けてくれてありがとうね。あなたには感謝の気持ちでいっぱいだし、これからも一緒にいれたらいいなとかだって。なんてね。あれだ。本当に良かったって話。うん、本当に良かった。その、ねえ、あの時みたいに、なぞなぞを出していい？それじゃあ、行くよ。よーく考えてよ。うん。人のことをすごく大切に思って、かけがえのない存在だって感じてる。好きで好きでたまらないわ。これって、なんだ？あれ？ああ、なるほどね。正解！答えは、愛でした。
できる相棒だな。素敵な方です。うわ、おー、あったー。